実は本体はポロリして、弁護士バッジあるあるっていうのをやっていこうと思います。弁護士バッジの由来とかね、検事のバッジとか裁判官のバッジとかについては、1個前の動画で説明したので、ぜひそちらも見てみてください。それでは行きましょう。1つ目ですね。1つ目はこれですね。そのためにホワイトボードを買ったんですけど。はい、こちら。1つ目は、じゃん。しばきがち。これありますね。これどういうことかっていうと、弁護士バッジって基本的には銀なんですよね。で、銀色に、ものに金のメッキを貼ってるっていう感じです。だから、最初もらった時はピカピカの金色なんだけど、それをまあ5年、10年、20年とずーっと使い続けてると、金メッキが剥がれてきて、まあ、いぶし銀とか言われますけど、渋い銀色になると。で、弁護士ってかなり経験がものを言うんで、かなりこのしっかり経験してる弁護士は信頼されがちっていうのがあるんですよ。だから、我々弁護士からすると、金メッキ剥がれ切った銀バッジってなんかかっこいいなっていう思いがあるんですよね。それはやっぱ長年の経験がそこに染みついてるからと。で、一方、最初にもらう金キラのバッジっていうのは、弁護士になったなっていう喜びを意味してるんですけど、まあ、一方で、まあ、全然未経験ですっていうのもまあ一緒に表しちゃうということで、なんとかして金を剥がして銀にしたいなって思うんですよ。結構みんな思うんですよね。で、まあ、しばくっていうかね、金を剥がしにかかるわけですよ。どうするかっていうと、物理攻めと化学攻めがありまして、まず物理攻めの方は、単純に擦ります。これを取って、ジーパンとかの時とかは、ジーパンとかに擦りつけてするってことですね。で、これやると、まあどうなるのかっていうと、まあよくわからないけど、まあとにかく、これをひたすら擦り倒すわけです。で、少しずつこの銀が取れていくのを楽しむっていう、サディスティックなことをするわけです。あとは、小銭入れに入れるとかね。やっぱりその布ではちょっと、メッキ剥がれませんねっていうことに気づいてくると、なんかもっと硬いものと触れ合う必要あるんちゃうかってことになって、で、そのあたりで先輩から聞く技として、小銭入れとかに入れとくと、効果とこの子が触れ合ってカシャ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 すると。まあ、そうすることで、この金メッキが少しずつ剥がれていくっていうのを待つっていうのがあります。で、次が化学攻めなんですけど、化学攻めは、液体に浸すってことで、まあ、コカ・コーラとか、まあ、ビールとかに入れると。で、まあ、そのことによってこれがどうなるのかっていうのはよくわからないんですけど、なんとなくやれることは全部やろうってことで、まあ、虐待なんですけど、まあ、その、シュワシュワするとこに入れたり、カチャカチャするとこに入れたり、まあ、いろんなことをして、金メッキ剥がれろ、金メッキ剥がれろと思ってやる。これが一つ目のあるあるで。で、あと、副次あるあるとして、しばくの途中でやめがちっていうのがありまして、これは、弁護士的には、弁護士バッジをちょっとしばいて、いぶし銀に従うっていうのは常識なんですよ。だけど、一般の人的には別にどうでもいいんで、いぶし銀を見て、あ、経験弁護士すごいですねって思わないと思うんですよ。単純に年齢とか経歴とか見てすごいなとか思ってるだけだと思うんですよね。なので、そんななんか時間かけてこの大事なバッジをいじめたところでさほどの効果ないなってことにまあ悟って、まあ何ヶ月とか1年ぐらいで虐待をやめるっていうのが多いと思います。これが一つ目ですね。弁護士バッジあるあるの一つ目、しばきがちでした。次に二つ目です。二つ目はこれですね。じゃん。隠しがち。これありますね。この弁護士バッジをそもそもつけるつけないっていうのがあって、つける人とつけない人がいるんですよ。で、つける人っていうのは裁判所に出入りする人が多いですね。なぜなら、この弁護士バッジどこで役立つかっていうと、まあ、東京地裁で、まあ、オウムのね、事件があって以降、荷物検査をするようになったんですけど、爆弾とかないかなっていうのをピーって通してからじゃないと入れないんですけど、この弁護士バッジがあると、まあ、スッと入りますと。あと、まあ、刑事で言うと、接見ですね。接見っていうのは捕まっている人に会いに行くっていう行動を言いますけど、まあ、その時に身分証明書の代わりにこれを見せるだけで弁護士は入れますし、まあ、逮捕されてからしばらくの間っていうのは弁護士しか接見できないので、弁護士非常に重要なんですけど、その急いでる時にこのバッジが役立つということですね。で、トランザクションに特化している先生方は裁判所に行って訴訟で同行するとか、あるいは留置されている人に会いに行く警察署にとか、そういうことあんまないので、バッジ自体はそんなにいらないんですよね。だからもうなくすリスクもあるから、基本的にはどこかそこにしまわれてるってことが多いと思います。で、まあ僕はまあリティゲーターというか訴訟を結構やるので、こういう訴訟をやる弁護士は普通にいるので、まあ結構つけてるということになります。もう一つは、僕、物忘れ結構激しくて、なんかこう仕事とか大事なことはまあ結構覚えてる自信あるんですけど、それ以外のところに対する興味薄すぎて、昨日何の服着てたとか、昨日何食べたとか、全部じゃないけど、結構怪しくなりがちなんですよ。で、特にスーツは、色的にも結構似たもん多いんで、まあこれグレーですけど、紺のスーツと黒のスーツってめっちゃあるんで、このスーツ3つあるうちのどれを昨日着たのかなって分かんなくて、まあ、匂い嗅ぐけど、まあ、全部臭いみたいなってちょっと分かりませんってなりがちなんですよ。で、そこでこの弁護士バッジは僕の中では昨日着たスーツを表すものっていう位置づけになってて、具体的には家帰ってきてスーツかけると。で、寝ると。で、起きたらそのバッジついてるやつが昨日着たやつやねってことで、それの1個横のやつにバッジを付け替えてきてくる。で、戻ってきたらその隙間の空いてるところに戻すということで、まあ、同じスーツを2度着ないようにするっていう、まあ、しょうもない役割を担わせてしまっているというところがあります。で、透けてる弁護士の中でほとんどの人が今僕がこうやってるみたいに裏返すよってことを言ってますね。この隠しがちっていうのは。で、まあ理由はちょっとわからないんですけど、よく言われることとしてはやっぱり弁護士バッジをこうドーンって出すと、まあちょっと調子乗ってるというか、生きってる感じ出るよねっていうことなんじゃないかなと思います。なんで、ちょっと奥ゆかしくというか、裏返して、まあ、見えないところにして、で、東京地裁とかにこう入るときにとか、あるいは警察に見せるときだけこうペロッと見せるっていう形になりますね。で、それかっこいいなと思ってやってた時代もあったんですけど、なんとなく別にそんな恥ずかしいことでもないから表に出せばいいやんっていうふうに僕は考えまして、僕は基本的には弁護士バッジがこの表側に出る形でやってですね。なんか逆に隠すとね、なんかエロい感じするなと、まあなんとなく僕は思ったからってことですね。なので、2つ目のあるある隠しがちなんですけど、まあ僕は隠さないけど、マジョリティはこういう感じで隠してて、ちらっと見せる人が多いっていうことですね。これが2つ目のあるあるでした。で、3つ目いきますね。3つ目ね、これ一番ね、深刻なんですけど、まあこれ弁護士が見てるかわからないんですけど、震えながら聞いていただきたいんですけど、3つ目はこれですね。これ、はい、なくしがち。これありますね。あってはいけないんですけど、ありますね。このバッジは、もちろん、詐欺とかに使われるリスクがあるから、なくしちゃいけないんですよ。で、なくすとどうなるかっていうと、まあ、始末書みたいなのを書くっていうか、まあ、なくしましたっていう報告を当然するのと、官報になくしたっていうのが出るってことで、まあ、恥ずかしいし、これがね、まあ、つけない派の人はいいんですけど、我々つける派の弁護士からすると、なんでっていうぐらい消えそうになるんですよ。で、なくなるんかいって思うじゃないですか。で、確かにその通りで、基本、つけっぱなしなんで、スーツごと忘れたりしなければなくならないはずなんですけど、僕は結構やばい体験をしましたんで、それをちょっと最後お話ししたいんですけど、まず前提知識として、この弁護士バッジって、ネジ式って言われるやつなんですね。ネジ式っていうのはこういう感じで、すげえ太いんですよ。で、ほとんどの人はこのネジ式なんですけど、僕は最初、ピン式にしてたんですよ。ピン式っていうのが尖ってるやつで、ピンバッジとかと一緒のやつなんですけど、でピンバッジにした理由は本当にしょうもない理由なんですけど、ネジ式がデフォルトであると。ほんでネジ式からピン式に変えると何千円かかかりますと。だけど最初の登録の時にピン式にすると、その時は変更料ゼロですっていう案内だったんですよ、僕の時は。でそれを見て、いや全然ネジ式でよかったんですけど、あ、ピン式に変えるなら今しかないのねと思って、なぜかピン式にしたんですよ。でそれがもう完全に間違いで、まあ、ピン式来るじゃないですか。だからこのネジみたいに太くなくて、細いピンとキャップなんですよ。で、ここのスーツのこの部分って、こう社会人になるまで知らなかったんですけど、そんなに本気出さんでえっていうぐらいもうむちゃむちゃ縫われてるじゃないですか。で、ネジ式はグイって言ったら入るんですけど、まあ穴開けてね。ピン式って、まあ、針弱いんで、こう入れてるとすごく曲がることがあるんですよ。だから、まあ、こういう感じでピンが立てるときになかなか刺さらないっていうとクイッて曲がるんですね。で、しかもその時僕はさっき言いました通り、ちょっと裏返すのかっこいいなと思ってたから裏返してたんですよね。だからこの裏側から針をプスって刺して表に出てきた針にキャップを刺すっていう感じにしてたんですよ。ある日ですよ。ある日事務所でこう、まあ、こんな感じでね、スーツをポンってかけたら、このキャップがポロって置いて、何事と思ってみたら、そのキャップの中に針が入ってたんですよ。で、本体がなくて、つまり、このピン式のピンが折れる戻すをやりすぎて、摩耗して折れてしまって、本体とその留め具部分で分離したということで、パッと見こんな感じで弁護士バッジついてる雰囲気でいたけど、実は本体はポロリしてどっかに行ってたっていう、で、慌てて、何事って言って、だからこれ要は靴しかなくて本体いなくなって家出しちゃったみたいな感じなんで、その残りを一生懸命探したっていう話ですね。で、まあそれが出てきたのかどうかっていうのはまあ、ちょっと次のライブでお話したいと思うんですけど、ここでは控えるんですけど、まあそういうなくしちゃいけないんで気をつけないといけないんですけど、気をつけててもバッジの針が折れるとか、なんかそういうことによって突然いなくなるってこともありますので、皆さん気をつけましょうってことですね。まとめると、弁護士バッジあるある3つあって、1つ目がしばきがちですね。みんな、いぶし銀目指しがちと。で、2つ目が、裏返しがち、隠しがちと。で、3つ目がなくしがちということですね。ということでね、まあ、なかなかね、個性的なバッジなのでね、ぜひ、弁護士の人はね、つけていただきたいと思いますし、これから弁護士を目指す人をね、このバッジの獲得を目指して頑張ってもらいたいと思います。別の動画のコメントなんですけど、まあ、結果的にロースクール行くことになりましたみたいなコメントがあって、すごい嬉しくてですね、まあ、なんかね、うまいこと言えませんけどもね、もう頑張ってくれとしか言いようがないんですけど、まあ僕らができることとしては、少しでもね、その先の未来が結構明るいぞと、結構楽しいぞってことを伝えていけたらなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。